さ、やることなくなってきたなんか最近ね、映画見てねえから。なんかね、ハロウィンになるとね、そこにフォーカスされてね、お化けばっかりになっちゃってね。そうなんだよね。モチベーションなんだよね。映画何やってんだろうね、今ね。というか、料理に踏みったけなんですけど、はい。ナイトメアビフォークリスマスってハロウィンのとかね、やってるのを見たけどね、やっぱそうなんだったんだね。そうだよね。ちょっとシリに聞いてみますね。はい。あ、シリ。映画情報。こういうとき聞けます。うん。映画情報。お調べします。ペクサーのマスクって言ってる。ナイトメアビフォークリスマス。グローリー。あとはね、ABC オフ。デス2とかね、なんかよくわかんねえな。やっぱ死んじゃったりナイトメアだったりするのが多いんだろうね。まあそんなわけで今回はねつまらないのでコメディを語ろうと思います。どうですか、コメディマジックについて語りたいと思いますので頑張りましょう。ラジオもじゃなくてニューウェイ、これねジョリーに振りたげだった。ニューウェイだったよ。ニューウェイってね、よくわかりません。あとキルなんとかとかさ、ザ・ブックオフライン、まあダメですねこれね。はい、ということで終わりました。ジョリーに振りたげですよね。はい、まあね、コメディ映画って見る基本的に。まあ、アダム・サヴィリもコメディで、あなたの大好きな、一応ね、あれコメディか、一応コメディホラーだよね、うん、でも純粋にコメディでって俺ね、あんまり見ないんだけど、私もないな、うん、なんていうの、コメディの要素も入ってっていうものは見るけど、うん、コメディだけっていうのはね、あんま浮かばない。じゃあコメディ要素でいこうか。うん、それなら多分、ね、うん、コメディだけのってなんかバカらしく見ないもんね、うん、だってさ、あれさ、ビーンとかああいうのになったんでしょ。大っ嫌い。ああいうのピンとこないんだよね。これね、チャック・ペインとね、随分そこで意見対立してね、うん、ミスター・ビーンのあいつはすごいって言うから、うん、どこがすごいのって言うから。ミスター・チャップリン。まあね、だからミスター・ビーンって言うとね、俺印象のことはスクーピードゥービードゥーか、スクーピードゥーの2かなんかでミスター・ビーンが出てたの覚えてるんだけど、ねうん、基本的にね、俺あのノリ好きじゃないんだよ、あんまり。私もピンとこないんだよね。うん、例えば何かあるかね。俺ジュマンジなんかもコメディだと思うよ、あれ。あれコメディか。いやー一応コメディでしょ。アドベンチャーかと思ってた。アドベンチャーコメディかな。やっぱね、うん、コメディだけじゃダメだな、うん、そのアドベンチャープラスコメディになってれば好きだだよね、うん、あとホラープラスコメディとか。ホラーコメディってまあそうだね、あれ、まあ、うん、アドベンチャーファミリーとかモンテッドマンションとか、うん、あの、ね、だからコメディの要素ってのはいくらでもあるからあれだけどさ、やっぱり純粋にコメディの要素が前に出るのってなんだろう、やっぱり笑いが出てきて、うんうん、よく映画の中でわはははって笑いがさ、テレビドラマの中で出てたらそうだけど、そういうのはまた別にしてもだよ、うん、なんだっけ、なんとかのガンを持つ男、ああいうのがコメディー、裸のガンを持つ男はコメディーだわ、ああいうのがコメディーなんだよね。であれね、あれはね、俺ね、シリーズがあるんだけど、ぜひみんなに見てほしい。まだね、見てないかも。あれやばいわ、ちゃんと見てない。というかね、パロディーがいっぱい入ってて、あの主役の、まあ、おじいさんがいるんだけどね、あれね、うん、結構年を取ってからね、やっぱりハリウッドのデビューした人なんだけど、とにかくストーリーがしっかりしてるの全部、はあ、でそのストーリーの中で全部コメディパロッタになんかいろいろしてて、はあうん、チャーリーシーンが出てきたりいろいろするんだけどさ。でね、俺今その裸のガンシリーズってのもね、昔からいっぱいある中で、うん、いや、いっぱいあったな。要するにエリザベス女王を暗殺するようなやつで、うん、なんか催眠術をかけて大リーガーの試合の時に銃を持って撃たせちゃうやつとかね、それもそのコメディ調で全部やるんだけど、いや、ものすごくよくね、パロってんだよ。ネイキッドガンのイッサーとかそれだけどね。結構もう70過ぎてた、ね、もうあの当時で70過ぎてたね、うん、でも若々しかったよ、うんうん、でね、あともう一つ言うとね、絶対的にね、そのネイキッドガンシリーズがあったのがね、トンボマン。トンボじゃねえや、とにかくあ、スパイダーマンのパクリみたいな。そう、バタフライのね、うん、あれはねすごかった。バスで置いてかけて追いかけてって追いついちゃうんだよね。なんてことねえんだけどさ。そう。それで、要するにトンボに噛まれて、スパイダーじゃなくて、なるんだよね。バタフライで。トンボに噛まれる。あれはね、面白かった。で、全編パロディでそっくりなんだけど、やっぱり違うのよ、うん。まあだからね、そのコメディっていうものだけ探してみてても、ストーリーがないと面白くない。ハムナプトラも結構さ、うん、コメディでその何かの取り入れてるっていうか、要所要所にさ、ジュラシック・パークのこのシーン取り入れてる。 あれはね、でもね、監督のこだわりなんだよね。あ、そうなんだ。だからコメディシーンっていうか、例えばジュラシック・パークのね、2の時、恐竜のね、ちっちゃい恐竜のね、シーンはハムナプトラのとこあれ、丸切りそうだよね、うんうん、パクってるよね。うん、そういうのはコメディー。でそんなこと言ったらさ、それをね、コメディじゃないけど、そこまで言ったらさ、スター・ウォーズのさ、隕石の中にジャガイモがいっぱい転がってるんだよ。あれも遊びだ。そう、遊びでしょ。だからコメディーじゃなくて遊びのシーンとかね。そうか、うん、
コメディアンとしてはどうだろうね、誰がいいかね。チャップリンなんじゃないの。チャップリンはもう別格でしょ、ね、え、あとは、うん、あのロビン・ウィリアムさんがもコメディうまかったよね。あの人はそうか、コメディか、うん、彼はエディ・マーフィーもコメディ。そうだね、うん、でもロビン・ウィリアムさんは完全にスタンドアップコメディだから。あの人コメディか。そうだよ、スタンドアップコメディという出の人だよ、マルキー。なるほどね、普通の俳優さんですね。だから一人であの立って喋らせるとすごい面白い、ね、ああそうなんだ、うん、だからパッチ・アダムスがすごく正解したでしょ、うんうん、まあでもね、それ以外に誰がいるコメディ。俺あのーなんだろう、バックトゥザフューチャーのドグ。あ、ドグ、あれなんかって、あの人すごいね。あの人がなきゃできない役多いよ。そうなんだよね。あれのなんだっけ、つるあげてるさ、うんうん、あの名前知らないんだ俺、あの人もね。あ、うん、フィスターだっけ。フィスターってんだっけ、あのアダムサミリーの。アダムサミリーのフィスターかな、なんかあの、うん、狼男みたいなね。だからね、コメディだけっていうのは最近の傾向ではあまりあの受けなくて、ね、何かに合わさったコメディってね、ジャッキー・チェンだってコメディですよ。そうだね、うん、でもアクションがあってのコメディ、アクションコメディってやつだ ね、うん、やっぱね、コメディだけって意外とない、難しいね、うんうん、ブルース・リーがね、昔ね、昔の作品はね、アクションコメディだった、うん、ところがね、途中から変わって燃えよドラゴンで完全にコメディがなくなったんだよね。そしたらスーパーヒットになっちゃった。 あの人だけはシリアスがいいんだろうね。シリアスにやるんだろうね、うんうん、だからコメディのね、定義って難しいね。だからなぜかったらやっぱりコメディだけで見に行ってことないもんな。ないね。バックトゥザフューチャーだってコメディだもんな、あれな、うん、SF コメディでしょ、うん、SF プラスコメディ、じゃあ全くコメディがないのってなんだろうってことになっちゃうと、やっぱりシリアスなものだから面白くなくなってくる。ツイスターみたいな、あ、あれ竜巻とか、まあね、そういう災害ものはコメディないよね、うん、そうだね。だからやっぱり笑わせるシーンっていうか、そういう役者がどこに入ってるかっていうのが大事なんだよね。大事な要素だよね、やっぱあれね、うん、あるとないのと相当。バイオハザード笑えないよね、コメディないよ。ないない、怖いやつはないよ。ないね、うん、あの危機感アウトブレイクだから全然コメディない、うん、やっぱりね、こうパニック映画にはないよ、うん、アナコンダとかもないと思うし、まあね、うん、襲われるやつにはコメディに入らないよ。でもね、そうやって見ると役者って面白いもんでさ、早く出てた人がさ、この、 あの作品で急激に有名になったっていうのはあのコメディの人たちに多いんだよね。あ、うん、オーウェン・ウィルソンだっけなっていうね、やつがいて、上海ヌーンとかに出たやつがさ、アナコンダで最初に食われちゃうやつなんだよね。だからそういうことを考えちゃった。あの、あれだよ、要するにあの、ナイト・アット・ミュージアムのカーボーイ、ちっちゃい。あー、いるでしょ？いたいたいた、うん。あれ面白いな。あのカーボーイはアメリカ人で、なんだっけ、あの、ローマの兵隊のいたでしょ？あの、いたいたいた、皇帝。あれはイギリス人なんだよ。そうなんだ。うん、あれどっちもね、上海シリーズに出てるやつだね。うん、面白いよね。ジャッキー・チェンとも共演してるし。そっかそっか。うん、ジュマンジの黒人とかさ、あの人、あの黒人はね、コメディうまいね。あの人コメディだよね。すっごいうまいんだ、あのジュマンジの黒人。あのひげ上げてるシーンがすごいんだけど、あの人さ、今さ、いろんな映画の中のさ、あの米軍司令官になってんだよ。そういう役になったのか。あ、でもレッド2に出てるさ、あの変なおじいさんいるじゃん。ああ、いるいる。あれもすごいね。トランスフォーマーにも出てるし、うん、トランスフォーマーのね、3かなんかの社長になってて、それ以外にもなんだっけな、ラバーボディ、うん、あのなんだっけ、ほらあの例のあのカボイラバーボディってね、違うの、あのゾンビの要するに恋しちゃって人間に戻っちゃうやつ、あれの時の司令官でもあるの。ところがレッドでさ出てくる時ですげえバカコメディーでしょ。だからね、人間って分かんないし、役者ってすごいなと思うね、コメディーはね、うん、違って見えるもんね。だからコメディーが上手くないとやっぱり面白くないんだよね、その人ってね。そうかもしれない、ね、だから上手くできる人はやっぱり役者として。だから俺野村萬斎なんてあれコメディーできるじゃん、狂言師だから。あの人すごい、だすごいなと思うね。日本人の俳優であの人唯一すごいと思う。全然すごいね、あの人。あの人と恐竜のさ泣いちゃってた子、女の子、あああの子もすごいね。あの二人だけすごいなと思った、うん、そうだね、うん、パシフィックリムの女の子だね。そうそうそう、怪獣の、ね、あ、強いて言えばコメディじゃないけどすごいなと思うのは、バイオハザードの5、4の時出てきた、突然渋谷の街に出てきて男の人を噛んじゃう、あの女、 あれもうまいよ、役者、うん、あと噛まれちゃう男の人、どこにでもいそうなおじさんということで、あれがうまいよね、どこにでもコメディじゃないけどさ、うん、斜めに歩いてくるあの歩き方とかさ、でも東京をよく再現しましたってことで、ね、ね、他にもいろいろありますけど、はい、コメディにならないあの、ね、あの渡辺謙とか見ますけど、あの人なんか全然ずっと同じ子だもんね、エキストラみたいだって、ね、そうそうそう、はい、ということで厳しい話が出ましたということで、はい、そろそろ時間になりましたね、はいはい、今日最後何か言うことありますか。10秒です。10秒しかないの。はい、やっぱり言えませんねということは言わない方がいいということになりました。
ということで、今日も頑張って元気やりました。また今度どうぞしましょう。さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。